すごい渋滞だな。うん。で、駐車場が狭いからこんなことになってるわけだ。道も狭いしね。これスサンズの川とも呼ばれてるよ。これを越えるとあの世の入り口とも言われている。怖。栃木県最強の心霊スポットとも言われる。実証的な技術が使ったという。殺す生きる石。フェアリーテールか。フェアリーテール思い出した。うん。